再次和山口先生见面，我记得我们这是第四次见面。在此啊，中日关系面临特殊形势之际，山口先生访华，我们重视你的访问。とても感謝しています。ぜひ山口先生を通して。公民党。 长期致力于中日友好，在中日关系的重建和发展过程中，做出了重要的贡献。中国共产党和日本国民党建立了党际交流关系，我们也希望继续。 会談、両党之間で党議交流。今日、習近平総書記とお、よたび、お会いすることができました。私にとってこれほど嬉しいことはございません。このたびの総書記ご就任に心からお祝いを申し上げたいと思います。合わせて、公明党の創立者でいらっしゃる池田大作名誉会長から、直々に、習近平総書記に、 くれぐれもよろしくお伝えください。今後のご活躍をご期待申し上げます。という伝言を預かってまいりました。この場でお伝えをさせていただきたいと思います。首先、对阁下担任中共中央总书记表示由衷的祝贺。另外呢，国民党的创始人，石田大作先生，让我直接向您表达亲切的发展。我愿意向您表达他对您的祝贺。